森山さんの恋愛コミュニケーション診断の結果ですが、結果は楽観的コミュニケーションタイプ。こちらのタイプは楽観主義的な傾向が強いです。恋愛面においても恋人とは気楽な関係でいたいと考えることが多いため、親友同士のようにリラックスできる相手を求めていますというふうに出ましたが、いかがでしょう。いやドンピシャで当たってますね。しあ確かに僕に対する感じもそんな感じで来てる。どこがやねんお前な。親友の感じで来てくれるんで。まず親友や思ってる俺のこと。僕は親友と思ってますけど、多分恋人と思ってます。思ってるか。一緒なんで。思ってるわけないやろ。一緒の反応でした。はい、すいません、スタンガン借りていい。当て落とす。ちょっとだけ黙ってもらおう。当て落とすんだよ俺に。リリーさんの恋愛コミュニケーション診断の結果は現実的コミュニケーションタイプです。恋愛面においてもさっぱりしていて、自分は自分、相手は相手という考えを持っているので、自立した相手を求める傾向にあります。あむちゃむちゃ当たってますよそれ。タイプによっては甘えられたいみたいな話多いと思うんですけど、僕全くそうなくて、あ甘えられてももうちょっとやめてって、はい、いうタイプなんで、確かに現実的かもしれないそこは。お、はい、当たってます。コンビの相性はそうですね。うん、バラバラ。15年 NSC とか入れたらそんぐらいやらせてもらってるんで、はい、そうですね。しかも僕ら同級生コンビじゃないので、ダイアンさんとか大人になって出会ったんでね、千鳥さんみたいに同級生コンビじゃないんで、それが続いてるという、うん、その中でこうここが合うなと思ったお二人の価値観の合うなというポイントがあったら教えていただきたいんですけど。なんかあれですかね、時間が経ったらお腹空くとか。普通やろ。 それは一緒ですね。皆さんそうや。二人一緒です。寝るとか、眠たくなったら寝るとか。寝る赤ちゃんかなんかや思って思うこと。その辺が合いますね2人。いや合う、あそれは合うというか、はい、そういうもん。話が合います。人間って腹減るよなとかいう時。でもなんか性格が真逆やからこそいいのかなと思ったりしますね。さっきの診断結果も逆でしたけど。あ僕例えば M1 グランプリの前とかブルブル震えて、本当に人ってベタにむっちゃ書くんですよ。まあ、人っていう手相もできてるぐらい人って書いてきてるんですけど。書いたな。パッて見たらこいつ堂々としてるんで。いやなんか何も緊張しねえよみたいな。あ、なんだ余裕だよ。悟空みたいな。えこの野郎みたいな。たけしさんみたいなと最後。えこの野郎。うわあ相方がそんなやったらなんか自信つくなと思って出たら、2年前の M1 死ぬほど噛んでました。はい。緊張しとったんかいって。いや僕全然緊張はしてますけど。言うてくれよって。森山さんだけめちゃくちゃ汗かいてますもんね今日。あかんのですけど。仮にこの場じゃなくても汗かくでしょ夏ね。確かに。あかん。どうした。やられた。この方に。めちゃくちゃ相性がいいということは今日分かりました。何が分かったんや今ので。いやでもそうですよ。まあまあ相性いい、はい、まあ芸人さんコンビ長く続いてる人はみんなそうだと思います。うん。